今時間がですね12時10分で、非常にですね暑いです。お天気こんな感じですね。旗が多少揺れてるんで少し風があるからまあまあいいんですけども、汚れ防止に上にプチプチを敷いて、サイドギアのクッションところはクッションはですね、タオル、そういう生地で覆って、でほぼ初回と同じような感じでですね、こんな感じであそこに横になって休みたいと。で反対側から帰ります。ですね、今日のこのカー軽トラシェルターカーポート付きですね、これ格段に性能が上がりまして、今日はですねこちらカーポートの下に軽トラの運転席部分を格納しているんで、強い日差しですけどこの部分はですね、おかげさまで非常に高い遮光率で守られているんで、エアコンの効きもですねとても良くてですね、もう涼しくなってきました。それでは前回同様ですね、こちらで休憩します。効果的ですね、エアコンシェルタープラスこの首元のマイファンデですね。今体を冷やしています。今日も暑いですね。こんな感じでカーポートの下でですね一段と軽トラシェルターが快適になりました。またいろいろ工夫してですねお届けしたいと思います。こちらのタワーですね、どうしても水の取り入れ口なんで除草剤が効かないので毎年の効果がすごいんですね。あと私の方はですねこのこちらのヤブですね、ここを、全部までは無理かな。草が手強いんでですね、草刈り。